藤井聡太王将が4日、大阪・関西将棋会館で第71期王座戦挑戦者決定戦、日本経済新聞社主催に臨み、豊島将之九段に159手で勝利した。藤井聡太は史上初の全八冠独占へ、永瀬拓矢王座への挑戦権を獲得。今月31日、神奈川県秦野市元湯陣屋での第1局から開幕する五番勝負に出場する。昼食休憩後、手島はネクタイを金繰り捨てて対局室に戻ってきた。藤井聡太戦では致命傷とも言うべき後手番となったが、地王を雁木で囲う作戦を披露。最終盤まで押しつ押されつの熱戦を展開し、ヒートアップする頭脳を冷却シップで沈める。なりふり構わぬ抵抗もしかし、最後は藤井聡太の冷静な対応を前に力尽きた、難しい将棋。多分、チャンスを逃しているのでは、いろいろありました。終局直後は魂の抜けたような表情だ。敗れたとはいえ、かつて藤井聡太キラーと呼ばれた鋭敏さは存分に見せつけた。相手の怒涛の攻めを、徳俵に足をかけながら幾度となく押し返す。八冠制覇の野望を必須第一人者の最後の壁にふさわしい棋譜を残した、もうちょっとうまく指せる局面が多かったと思う、と反省を口にしたのは、次回の対戦を十分意識したものだ。55分間に及ぶ史上最高の1分将棋。無念の1敗はそれでも対藤井聡太のお手本になりそうだ。藤井聡太七冠、手島九段に勝って王座挑戦決定史上初八冠まであと1永瀬拓矢王座との激突、楽しみ。王座戦挑戦者決定戦将棋の藤井聡太七冠が4日、大阪・関西将棋会館で指された第71期王座戦挑戦者決定戦で豊島将之九段に先手の159手で勝利し、永瀬拓矢王座への挑戦権を獲得した。王座戦参加6度目にして初めて本戦トーナメントを突破。前人未到の全八冠制覇へ向け、王座戦五番勝負の舞台に立つ。勝つべき時に勝つのが王者だ。共に5時間の持ち時間を使い切り、痺れるような1分将棋に。一手指すごとに形勢が揺れ動いた最終盤、最後に追い込まれたのは豊島玉だった。王座戦ではここ数年、結果が全く出せていなかったので、今季挑戦できることは嬉しく思います。顔には死闘の疲労を浮かべながら、藤井聡太は喜びをにじませた。トーナメントを振り返り、時間がなくなってから勝負強く指すことができたのは、これまでより良かった、と珍しく自分を褒める言葉も。これまで悔しい結果を重ねていた、鬼門をついに突破。八冠へ、最後の挑戦権を獲得した。この日の藤井聡太は対局前からいつもと違った。対局時計を表示するタブレットを何度も確認し、座布団の位置を直すなど、落ち着かない。名人獲得で七冠を達成してから、会見などでは、八冠は意識していない、としながら、王座戦については、そこを目指したい、と言い切っていた。待つのは研究パートナーの永瀬、楽しみです。藤井聡太にとっては八冠よりも強く望む挑戦権だったのかもしれない。この日最初の運命の分かれ道、振り駒は穂が4枚出て藤井聡太の先手に。先手では10連勝中とあって、幸先のいいスタートになった。豊島は角道を開けず、藤井聡太のエース戦法、角換わりを拒否。後手が序盤から工夫を凝らし、相雁木、雁木の力戦模様となった。午後6時からの夕食休憩を超えても、形勢の均衡は保たれたまま。終盤の攻め合いに入り、一時形勢を示す AI は藤井聡太優位 90% を指したが、手島も粘りの逆転、苦しい中で、どう勝負するかという局面が長く、最後の最後に勝ちになった藤井聡太。豊島が地玉の逃げ道を間違えるまで、一進一退の攻防が続いた。96年、羽生は当時あった7つのタイトルを全制覇した。だが、叡王が加わり8つにタイトルが増えてから、全冠制覇の偉業を達成した者はいない。あと一つ、八冠を直ちに意識しているということはないですが、わずかな沈黙の後、それに挑戦できることは貴重な機会だと思うので全力を尽くしたい。
八冠に向け、初めて力を込めた言葉を残した。永瀬と対峙し、まだ見ぬ景色を見に行く。藤井聡太王将八冠 M4 前人未到カウントダウン手嶋九段撃破、ラスト1冠、王座戦挑戦権初獲得。2点3点の終盤戦を制した藤井聡太は脱力感を漂わせていた。110手目以降は両者1分将棋。小学6年からプロに混じって詰将棋解答選手権を5連覇した終盤力が生きた。苦しい展開が長く続いた。終局後、藤井聡太はどこが勝負の分かれ目だったかとの問いに、どこかははっきりと。と保留、熱戦を物語るように、局面を消化するのに苦労する姿を隠さなかった。全八冠独占への道をつないだ。王座戦は過去5期、挑戦権を獲得できなかった鬼門、王座戦は結果が出ていなかった。嬉しく思います。5番勝負については、王位戦がシリーズ中なので、直ちに意識することではない。貴重な機会なのでしっかり全力を尽くしたい、と意気込みを語った。先手は藤井聡太に成り戦型は相掛かりへ進んだ。王の囲いは共に雁木、昼食休憩後、開戦した。72手目、手嶋が銀取りに進めた歩を無視し、藤井聡太が焦点の歩を放つ。豊島が自陣へ利かせた飛車角の射程を遮断し、寄せ合いの終盤戦を抜け出した。先月18日、佐々木大地七段28を挑戦者に迎えた棋聖戦を3勝1敗で防衛し、七冠を守った藤井聡太は夏季開催のもう一つのタイトル戦、王位戦七番勝負の最中にある。こちらも佐々木を挑戦者に3勝0敗、4連覇へ王手をかけ、第4局は15、16日に佐賀県嬉野市で実施される。羽生善治九段52が96年に達成した当時の全七冠独占。叡王戦が17年にタイトル戦に昇格以降、八冠を独占した棋士はおらず、史上2人目の七冠に達成が期待される。八冠までに必要な勝ち星はこの日の勝利で王位戦7番勝負でのあと1勝、そして王座戦5番勝負での3勝の計4勝。最速で、9月27日の王座戦第3局、名古屋マリオットアソシアホテルで八冠が誕生する。豊島は6月、長決トーナメント1回戦、本田圭六段戦で振り飛車の三間飛車を採用した。居飛車党の豊島が先手で三間飛車を採用したのは12年ぶり。藤井聡太にとっては居飛車の主力戦法だけでなく、振り飛車の事前研究も求められた。この日敗れると八冠は最低1年間持ち越しになっていた。21歳は大きな関所を超えた。王座戦長決、藤井聡太七冠、軍曹、永瀬拓矢王座との練習将棋は休止、こちらから工夫、一問一答。終局後、関西将棋会館で行われた会見の主な一問一答は以下の通り。感想戦を終え、改めて対局を振り返ると、藤井聡太仕掛けのあたりで失敗してしまい、苦しい局面が多かった。終盤、お互いが適切な判断ができない局面が多く、ミスが出てしまった。今期の王座戦を振り返ると、藤井聡太挑戦者決定戦2回戦の村田六段との一局は、終盤、はっきり負けの局面があった。本局も、いくつかはっきりと苦しい局面があった。これまでと比べて、内容的に良くなったとは言い難いところもある。王座戦5番勝負の相手は VS=1:1 の練習対局を行う研究パートナーの永瀬王座。藤井聡太、私が4段の頃から将棋を教えていただいて、本当に自分を引き上げてくれた方です。タイトル戦で対戦できるのを楽しみにしています。一方で普段から指しているので手の内を知られている。5番勝負に向け、さらに工夫が必要なのかなと思う。永瀬王座とのタイトル戦は22年の棋聖戦5番勝負以来となる。藤井聡太、昨年の棋聖戦では永瀬王座の序盤からの工夫が多かった。今度は、こっちからも工夫を出していけるシリーズにしたい。王座戦5番勝負を控え、永瀬王座との練習対局は、藤井聡太、先月までこれまで通り、指していただいていた。
今回は昨年の棋聖戦と同様に、一旦休止して、シリーズ後にお願いできれば考えています。永瀬王座から影響を受けた部分は、藤井聡太受けの技術は高い。練習将棋で少しだが、吸収できたところもあった。練習将棋でも一局ごとに、作戦を考えて、来られる。公式戦と同じような姿勢を間近に感じられたことはプラスだった。永瀬王座と八冠制覇という注目を集める舞台で戦うことへの思いは、藤井聡太八冠がかかることはそれほど意識していない。昨年の棋聖戦は防衛戦だったが、今回は挑戦者として対戦できることが楽しみ。全力を尽くして B シリーズにしたい気持ちが強い。